はい、たくさん、現実に起きている現象は起こるべくして起こっているのか、カルマによるものであるのか、判断はとても難しくことがあります。まあどっちもありますね。結局カルマイコール、まあ、行いなんですけど、行いによってその、現象という結果が現れるって言われてたりもするんですが、結果的にその行いすらも起こされてるんですね。私、願いも沸かされてるっていう表現をよくするんですけど、思考ですらも沸かされてると思ってるんですよ。で、それに対する思考が言葉になり、言葉が行動になって、行動が結果になるっていうのすらも起こっていることなので、それをただただ見ていればいいだけのことかなと思うんですよね。いいとか悪いとか判断せずに。そうすると、おのずと嫌なことってのがだんだんなくなります。そのからくりに気づいていくと。嫌なことってなくなるんですね。自分がそれを嫌だと判断しないってのも一つはあるんですけど、そもそも全体がその役割をこの存在に与えなくなるので、そう。単純に発展拡大していく幸せな人生を生きさせられるような、なぜか現象になっていくことは多いですね。その境地になると。現実に辛いことが起きると、出来事を冷静に分析するより先に感情に飲み込まれてしまいます。そういう場合、どうやって感情に飲み込まれないようにすればいいのか、アドバイスありますか？ですね、感情に飲み込まれる時っていうのは、やっぱり現実という、スクリーンの中にどっぷりこう入り込んでしまってるんですね。で、その、どういうふうにそれを認識してるかっていうのがあるんですよ。例えば辛いと認識している自分がいるわけですよね。で、それはなぜ辛いのかっていうところを、その辛いなとか感情がわーってなった時に、なんで自分そういうふうに思ったんだろうっていちいち振り返って考える癖をつけるといいと思います。例えば怒りがわーって湧いた時とか、なんかね、怒りとか特に瞬時に湧くものなので、その怒りだったり悲しみだったり辛いっていうのがわーって湧いた時に、その時は別にそれはそれでいいです。後から、なんで私あの時怒ったんだっけとか、なんで私あれ辛いと思ったんだっけって考える癖をつけるといいと思います。で、考える癖をつけたならば、その出来事を自分はどんな風に認識しているのかっていうのがわかるんですよ。例えば、自分のことを否定されたということを私はこんな風に感じたんだな。否定されたってことは自分には価値がないと自分はその時判断したんだな。だから悲しかったんだな。っていうのが後から振り返ると、ゆっくりちゃんとね、振り返ってみると分かるじゃないですか。でも、さて、私はなんであれを言われた時に自分は価値がないって安易に結びつけちゃったんだろうってまた深掘りしていくんですね。で、そうすると、〇〇という言葉を自分に向けられた、イコール自分自身もそういうふうに自分のことを判断していたなっていうのに気づけたりするんですよ。そうすると、あれ？もしかして否定してきたことじゃなくて、自分が自分のことをそういうふうに認識していたんじゃなかろうかと。ちょっとこの認識変えちゃおうと。自分は価値がない。自分はこういう特徴があるけど、それはイコール価値がないという方程式を変えちゃおうって。一生懸命こう自分のその思い込みや固定観念を変えていくことによって、同じ出来事が次起こったとしても、それに対して辛いとか悲しいっていう判断が起きなくなるんですよ。それを丁寧にやっていかないと、常に現実という起こることに翻弄されて、あーって言われて、わーって感情をやって、わーってなるんですよ。それが混沌とした世界に生きることなんですね。いちいち、こう、振り返って考えてみるっていうことをやるといいかなと思います。ちょっと大変かもしれないですけどね。はい。チョコレートイエローさん、僕も今まで起こった出来事に対して感情で判断していたところがあって、ダメなことはダメだと決めつけていました、生きていましたが、みどりさんの動画を見て捉え方が変わって現実も確かに変わっていったことはたくさんありました。ありがとうございます。おー、素晴らしい。そうなんですよ。結局、感情がわって湧くときって、その出来事をダメだって判断してたり、悪いことだってジャッジしてたり、罪なことだっていう認識があるわけですよね。その認識を変えていかないと、常にその出来事に遭遇するたびにずっと嫌な感情が湧き続けるので、その出来事に対してジャッジをやめていくとか、ジャッジを変えていくとか、認識を変えていくっていうことをやらないと、常に同じ出来事に対して怒りとか悲しいっていうの反応を繰り返し続けちゃうよっていうことですね。こんにちは。すぐに自分の何がいけないのかなと思っていましたが、みどりさんの話を聞くと、重い癖に
思い癖に気づかされますが、またいつも癖が定着させるまで繰り返して心を整えたい。そうそうそう、すごいいい気づきをありがとうございます。この千夏さんがおっしゃるようにですね、思考の癖って心の癖ってあるんですよ。みんなこれはいいことだ、これは悪いことだ、こう判断するのも心の癖だったり思考の癖だったりするんですね。例えば自分なんてとか自分には価値がないってこうすぐ思っちゃうのも癖なんですよ。もうずっと長年、何年とかじゃないですよ、もう何十年とその思い癖、思考の癖、心の癖をつけてきたわけですね。だからそれをいちいちさっきみたいにこう、なんで私そう思ったんだっけって振り返って、あ、そうじゃないよね、こっちだよねって思考の癖を丁寧に丁寧に変えていくっていうことをやんないといけないですね。これ筋トレと一緒です。筋トレよりも下手したらめっちゃきついです。なぜかっていうと見えないからです。筋トレって見えるじゃないですか。見えるし痛みも伴いますよね。だから日々ちゃんと、あ、自分はやれてるなとか、この筋肉痛を思い出すたびに、あ、私はちゃんと毎日運動できてるなって、ちゃんと実感することができますよね。しかもそれが体重とか、例えばウエストの細さとか、筋肉のそのムキッとした感じ、目に見えることによって、あ、日々私はこの筋トレをやる結果がどん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 出てきてるなって感じやすいから、筋トレってまだ簡単なんですけど、思考の癖を変えるって、筋トレ以上に目に見えないことだから、めちゃめちゃしんどくて辛いんですよ。結果が見えないのですぐ。思考の癖、しかも、1日ね、6万回思考してるって言われてるじゃないですか。それの、例えば自分を否定する癖がある場合は、それの5万回、いや、もしかしたら6万回以上にずっと自分を否定していることに、なってるわけですよ。で、それに気づいてないんですね。当たり前すぎて。いちいち自分が、あれ？今私何考えてたっけって、自分の頭の中を考えてみるまで、今自分がどんな思考してたっけって気づいてないですよね。無意識で生きちゃってるんですよ。で、みんな無意識でその思考の癖で生きちゃってるんですね。だからいちいち自分の癖や自分の思考に気づき続けるっていうことをやんなきゃいけないんですよ。で、気づいたら修正する、気づいたら修正する、これをねずっとやんないとこの思いの癖って治んないんですよね。で、その思いの癖が現実を作ってるから、まあ厄介なんですよ。皆さんがその現実によく翻弄されて困っていらっしゃいますけど、もう一番私はなんでって思うのが、なぜその現実を作っている心や思考に目を向けないんだろうって、私いつも不思議で、現実にね、こんなことが起きて大変なんです、こんなことが起きてもう現実変えたいのに変わらないんですっていう人たくさんいらっしゃるんですけど、なぜその現実を作っている思考や心に目を向けないんだろう、不思議って私はいつも思います。それが現実作ってるのに、なんでその鏡を一生懸命なんとかしようとしてるのかしら、不思議って私はいつも思いますね。ミラクルハッピーさん、最近挨拶おばさんに囲まれて困って絡まれて困ってます。一日何回もスタンプや何してるとか元気とか話を聞いてみれば中身のない話ばかりでうんざりしています。最近はまた集客を頑張ってるので、かまってちゃん的な人が面倒です。もっと関わりたいなら私のサービスを使ってくださいとは言っておきました。なるほどですね。そういう人たちが自分自身であると思えると現実は変わってくるかもしれないですね。いらっしゃいませ。知恵小野さん、感情と思考を意識がただ見るだけ、それを実況中継してそうなんだとただただ受け入れるだけですね。日々これの積み重ねを続けるだけ。もう本当そう、修行僧のようにただただ自分の思考を見る、そして、その感情がどんなものがある、それをただ観察する、実況中継する、判断、認知、それを変えていって、それを変えていく、思考の癖を変えていく、これをもう修行僧のように続けていく。そうすることで現実が変わっていくっていうね。なんともね、そういうことになっております。皆さん、現実、大変変わんないよっていう場合はね、ちょっと自分の思考を見てみましょうということですね。そう。次回ですね、また自分のビジネスを加速させるためにはどうしたらいいとか、今ここの状態に気づけているとはどんな状態とか、何のために生きるのかっていうところをね、また話していきたいと思います。最後にね、ちょっとお知らせだけさせてください。私はインターネットを使って好きなことややりたいことを仕事にできております。これはですね、ビジネスやマーケティングの知識がとっても大事になるんですね。で、これだけじゃなくて、実はもっともっと大事なのが3つあります。恐れを乗り越えて行動する力、そしてたった一度のチャレンジに終わらず継続する力、そして仮説を立てて検証する期間を乗り越える力、これがめちゃめちゃ大事です。さっきの思考の癖を
なんだろう、整えるのもそうですよ。継続する力ですからね。で、これをやっていく必要があるんですね。やっぱここがとても現実を変えていくには大事になります。で、こういったことで私自身が何をやってるのかとか、私のレッスン受講者さんがどんな風に変化しているのかというのを、私の LINE の方でシェアしておりますので、この概要欄にですね、今日の目次、お話し内容の下かなにリンク載せてますので、そちらから登録をしておいていただけると、私から配信が届くようになっております。LINE フォローしていただきますと、明日人でも後悔しないと思えるぐらい今日という一日を素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしておりますので、ぜひ受け取ってご覧ください。はい、それではですね、明日からもね、どんどん動画、ちゃんと切り抜いた動画をね、綺麗に編集したものを配信していきたいと思いますので、またライブもね、たまにやっていきますので、ライブ配信頻度は減るかもしれないですけど、はい、やっていきますので楽しみにしておいてください。それでは、ありがとうございました。バイバイ。Ha ha!